では4度目のチャレンジやっていきましょう。今の避けらんないか。ドアコも倒された。もうプレイヤーだけなんだよね、倒されてんの。ほんとこれどうにかしてくれって感じなんだけど。危ない危ないと言っても当たってるけど、そろそろか。変化が起こりそうな予感。はあ、なんとかなった。これ今ドアコの方がちょっとタイムラグのある画面というかでプレイしているので、なんかそこら辺もうまくいってないのかなと。あと画面をモニター今2つあって、そのモニターもう1個の方に映してるんだけど、ちょっと顔左右に向くタイミングが多すぎてね、逆に不利になってるような気がする。小さい画面で任天堂スイッチだと何も見えないので変えたんだけれども、逆に大きい画面でも顔を左右に動かす時間が。なんで今天地雷鳴し、そこダメなの。まあで、まずはカカロン呼んで体勢整えよう。妖精の霊薬、このルシアって人がすごいなんか活躍してんだよね。なんでだろうな、やたらと回復とかも早いしで、単純にキャラが強いのか、それとも何か効果があるのか。メガライアーやってくるが、それ防ぎようがないか。なんとか生きている。これはなんだ、ああそっかそっか、半分まで削ったか。ここからなんだよね。カカロンでいいか、もうカカロンで回復重視でやって頑張って、でドアッコで攻撃加えるか。 MP 回復しながらね、他のそんな戦い方でもいいかもしれない。カカロンのままでやってみようか。ドアコが倒された。時を消し飛べというのは確か効果消すやつだっけか。あとドアコを縦持たせてるので、その辺りもうまく有効にいけばいいなとか思ってるんだけど。あー、巻き添え食らった。フェザーミサイル避けられてないが、なんとか生きている。マジックバリアーやっとくか。ここでどっちだどっちだ、私か。なんとか耐えてほしい。なんかやってんね。カカロンまで消されるからね、これね。そこが辛いんでね。メガライアーは食らいに行ってあげたいけど、間に合ってないかどう考えても。
これは何だっけか、範囲か。頑張ってくれカカロン。これなんだっけか、これが分かんないんでね、この効果が。この紫色のフェザーミサイル、あっさり食らった。チャンス来たはいいけれども、全身全霊に使えない。高速メガライヤー、盾があればまだね、かわせる可能性がある。あーと、なんとか生き延びてる。ガロン呼び出し、食らったか。あー、タイミング悪かったな。そして倒されてる。これは何だっけか、ミサイル勝手にかわしてくれてる。あー、ダメだ、ステミナが切れてるぞ、カカロンも切れてるぞ。できなかったね。とりあえずピリオムでもやっておいて、やっぱりバルバルいないと攻撃力足らんな。バルバルに変えよう。これなんだ、これが分かんないんだな。もうちょっと分かりやすくしてくれとか思うんだけど。マジックバリアやろうとしたけど無理だった。さて、バルバルと一緒に時を消し飛べば攻撃力が元に戻ってバルバルもいなくなる。どうせ食らうんだから動かなくていいかなとかね、そんなこと考えてしまう。アポカリスエンドってのが遠くに離れないとダメなんでね。うん、これは買わせてる。また赤くなったぞ。ここから慎重にやるかっていう手もないわけじゃない。プラズマブレード、カカロンによるってことで慎重にやるってのは。んでドアこと二人で一生懸命攻撃やっていけばいいようなね、そんな気もする。ミサイルは食らわなかった。避けきれてないんだもんな。避けられんのかあれ。そんなことないよね。
これなんだ、これなんだ、これなんだ。あー、メガライヤーか。あとはこの方に敵がやってきている。逃れないといけないんだが、おっと、これ縦ガードがあるから、これに変えてきたのは正解なんだよね。バルバルを呼び出したい。遅かった。メガライヤーやる前に、これなんだ、これなんだ。与えるダメージがアップ。そんなのあるの。これがわからん。これも見えてないけど、なんとか耐えてるぞ。うわー、なんか9000何歩とか食らってんだけど、何このダメージ。また盾頑張って、盾頑張って。現場解放。さて、ドアコはもうこれしょうがないか。ここら辺からダメになるパターンが多かったんで、どうするか。これ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 はかわした。もう MP は大丈夫だと思いたい。なのでガンガン戦っていきましょう。で、自分に関してはあまりこのディバインハイローってのが未だに分からんのよね。か、倒した、倒したぞ。もうやりたくないこの戦い。何をやってるかが分かんないんでね。21分というわけで、ここでクリアとなりました。最後のボス倒した後からのムービー等は配信禁止というなってますので、今回お見せすることができなかった。だが最後にこのマデ島というところにね、訪れて全てが終わっております。いやー、ほんとなんとかクリアできて何よりです。もうやっぱり僧侶2名が強かった。もうね、完全にね、僧侶がいればなんとかなるようなね、そんな展開。自分がバトルマスター、途中まで戦士でやってましたが、バトルマスターに切り替えて、でドアコは天地雷鳴士のまま、レベルまだ108になってないので、まあ4つぐらい上げればまた状況変わったかもしれないし、まあ、変わらないかもしれないし、で最後の戦いに関しては装備も多少見直して、まあ、金のロザリオをつけたりね、これつけ忘れてたんですよね。また第一の大流玉もつけたりとか、そんな風なこともやりつつで、なんとかクリアすることができています。別にこれ完成品ではないけど、4が3つある。まあ他の装備はだいたいご覧の通りになっています。こんな感じで金のロザリオもありつつで、でここら辺の装備はもう昔のレベル80の時代の魅了ガードがこのセット効果で他と含めて 100% になるような装備なので、ずっとこの光竜のシリーズ使い続けてます。これね、下がね、まだこの無法者のズボンっていうね、これを未だに使ってるっていうね、そろそろ買い替えたいというか、ここだけでもね、体下だけでも買い替えたい気もしますが、まあ、こんな感じでクリアできました。だがやっぱりあれだね、ドラクエ10の戦闘は即死というか、なんというか、すぐ倒されて、なんか何もやってない時間帯が増えるっていうね、パターンが多いので、まあそこら辺どうなんだっていうところもね、あるし、まあ実際もうどうするかなっていうね、バージョン5、バージョン 4.5 の後期はやろうかなと、アフターストーリーみたいなものがあるらしいのでやろうと思ってるんですけど、バージョン5はどうしようかなという感じ。
今現在この直前にねバージョン5に続くであろうモノローグみたいなものが出たんですけど、まあ、そこまで魅力感じなかったのでちょっとどうしようかなっていうね。でまあそのあたりも含めてもしなんでしたら多分バージョン 4.5 の後期の最後にもしかしたら語るかもしれないです。でクエストそこまで追加はされてないようなので多分これ全部後期に後半来ると思います。クエストがなのでクエスト攻略しつつまた最後のバージョン 4.5 を迎えられたらなと思います。今プレイ時間3444時間、これはもうバージョン1の段階で2000時間超えてて、それ以降は指してねやってないんで。だがそれでもバージョン 4.4 のあたりで確か宝珠がね集めやすくなったというか宝珠変更が加わったので、そのあたりでまあオーブかオーブの宝珠そこら辺あたりで少し全部揃えるとかねやってたんで、まあ、そのあたり含めてね、まあ、大体これぐらいの時間バージョン4は遊んだんじゃないかなと思います。まあストーリーに関しては悪くないんでね、いい感じだったんで、ウェディとエルフはどこ行ったみたいなところありますけど、まあ、そのあたりも含めていろいろ考えることありますけどね、まあ、これがバージョン5になってどうなるかまた興味深いところであります。というわけで今回これで一服となりました。クエストなどまたバージョン 4.5 の後期このあたりのクエストもやってきますので、また興味ありましたらぜひそうしたものもご覧ください。長らくご視聴ありがとうございました。ではでは。